関しては世代交代には興味ないというふうに発言しているんですけど、やはり同い年であるっていうところがすごい引っかかっていて、オスプレイは俺が新日本に入る前から新日本でトップに上り詰めていて、今なおトップを走り続けている。練習生の頃からヤングライオンになる前から嫉妬心を抱いていたっていうことがありますね。 US ヘビーに価値があるというよりはオスプレイの首に価値がある。あの勝利に関してはどう考えても俺の方が有利な状況だったんで、まあ US ヘビーに挑戦するきっかけに過ぎなかったのかなと思います。あれでオスプレイに勝ったんだというふうに胸は張れないですよね。 US ヘビーというものがあって、オスプレイが勝手に UK ヘビーを作ってきたっていう問題なんですけど、どっちでもいいっていうことは間違いないんですけど、根本はインターコンチネンタル、そのベルトがないことが原因なんですよね。そこが問題の根源だと思ってるんですよ。だからもし仮にですよ、今後おそらく内藤さんは IWGP 世界ヘビー級チャンピオンシップに行くとします。仮にそこで内藤さんが勝ったとしたら、俺が言いたいのは、そもそも2冠をやり始めたのは内藤さん、あなたです。あなたはこの IWGP 世界ヘビー級になったことに対してどう思ってるんですか。もし IWGP、 IWGP インターコンチ、そっちの方がいいと思ってるんであれば分解してください。もし仮に俺がオスプレイから US ヘビーを取ったら、 US ヘビーを返上してあなたのインターコンチネンタルに挑戦します。やっぱりあの世界ヘビー級ベルトになってから新日本っていろいろ良くないと思うんですよね。傾いてるというか業績も落ちてるし、本当だったらね、自分が世界ヘビーを取って分裂させますっていうのが一番いいんですけど、一回負けてる立場なんでまた挑戦できる立場ではないと思うんで、まあ運よく内藤さんがこの今後挑戦すると思うんで、まあそこはユニット内で力を合わせて新日本プロレスはまた上向きにしていけたらいいなとは思うんですけど、どうですか内藤さん。まあもちろんあなたからしたらトランキーロって話ですよね。間違いなく今のオスプレイだったら IWGP 世界よりもオスプレイの首は価値があるものだと思ってます。俺は世界でベストなレスラーだっていうふうに彼は自分自身で口にしてるとは思うんですけど、まあ、そこに関しては間違っちゃいないと思うんですよね。実際にあの結果を残してきてるわけであって、世界中のファンも彼の試合を見たいわけであって、ただ俺が一つ不安に思うところは、彼は世界最高のレスラーであるかもしれないのに、それはリングの上だけなんですよね。例えばバックステージコメントを見ていても、俺は世界中飛び回って疲れてるんだ、俺はこの前クリス・ジェリコを倒してきたばっかりなんだ、まあ少なくとも俺の知っている新日本プロレスのトップは疲れない男であるし、金の雨を降らす男はそんな世界で戦ってきた誰に勝ったなんてことを堂々と言うような男ではないですよね。それにきっとこの煽り V だってジャージで来てるんじゃないですか彼は。世界最高のレスラーだっていう風に思えてないんですよね、自分自身で。それをみんなに思われたいからそうやって発言していくわけであって、きっと心のどこかで自信がない部分があるんでしょうね。まあ俺がこんなこと言うのも顔じゃねえって 100% 99% ぐらいの人がそう言うと思うんですけど、はい、でも俺は実際にそこを目指してますし、さらにその上新日本プロレスを世界一の団体にしたいっていうところを目指してるので、まずは自分がナンバーワンにならなきゃいけないと思ってますよね。やはり世界へ羽ばたくべきだと思ってるんですね。ただ今の自分が何を言ってもおそらく何の実績もない、タイトルすら持ってないこの辻陽太が今一番のアメリカに殴り込んだとしても、ファンって、は誰こいつってなるだけだと思うんですよ。それをオスプレイを倒したやつだって言ったら少なからず注目せざるを得ないんですよね。まあ、こんなことここで言うのはなんですけど、俺はアメリカを正直撤退するべきだと思ってるんですよね。強に言っては強に従えっていう言葉があるように、
そこの土地柄に合わせたものが必要だと思うんですよね。だから今更アメリカをどう頑張ろうとアメリカで WWE に勝つことはできないと思うんですよ。 AW に勝つって言われたらそれも怪しい、むしろできないと思うんですよ。だから俺は新日本プロレスをもっと世界に広げるべきだと思っていて、だから俺がやりたいのは中東であったりインドであったりもしくはアフリカであったり、そういうレスリングがまだ浸透していないところを新日本のブランドでどんどん盛り上げていく、そういうやり方で新日本プロレスを盛り上げて、で WWE、AEW に近づけていきたい、もしくは抜かしていきたいと思ってるんですよね。多分皆さん分かってると思うんですけど、試合の内容で言ったら新日本プロレスが一番面白いと思うんですよ。それはどこの国のレスラーも言うんですよ。新日本はすごい、やっぱ試合は一番、世界で一番面白いね。自分自身でもそう思ってるんですよ。でもなぜ新日本プロレスが世界一の団体ではないのか、そういうところだと思うんですよね。あくまで俺は新日本プロレスへの愛を持ってるんで、メイドインニュージャパンっていうことを忘れないでほしいですね。新日本プロレスをもっと面白くしてやりますよ。俺が思い描いてた G1 っていうのは内藤さんもしくは高木さんを倒して優勝するっていうのが目標だったんで、まあ形は違えど、まあ、それ以上の形で内藤辻っていうカードを実現できるチャンスだと思ってますね。逆にこれをできるのは制御不能な俺たちだけだと思うんですよ。やはり結果ですよね、欲しいのは。そこがないと海野も言ってたようにただのビッグマウスになってしまうので、おそらくそのオスプレイに勝つっていうことは俺の見える景色が180度変わるものだと思ってます。